はい、黒田さん、今日はなんか忘れ物の特集ということ。おーおー、どうしたんですか。あ、椅子が低いんですね。高さ合わせましょう。何を探してるの。あ、そう、チューニングキーですね。ドラムのその椅子を高さを合わせるのには、こうチューニングキーというネジがいるんですけど、それがストッパーがないとですね、あっちもちょっと高さが下がる。おー、また下がっちゃった。はい、そうなんですよ。この、なんかいつもやってるおもちゃドラムみたいですね。だいぶ低い、やりにくいですね。チューニングキーを忘れてしまうとね、こういった情けないことになってしまうんで、いつもやっぱりチューニングキーを持ち歩くっていうのがすごい大事ですね。チューニングキー取ってきましたか？あ、これですね。これがチューニングキーというやつです。このチューニングキーっていうのはね、特殊な形状をしてます。こういう四角形のね、穴が開いてるんですけど、これをこう四角形のポッチに合わせてこう高さを変えたりとかするんですけど、あれ、なかなかうまくいかないね。こういう高さのこのネジとかをね、こうすごいきつくて、ずれないやつなんかの場合は、こう頭こう外して、そうですね、スティックでこうやって挟んでね、てこの原理で、よくずらしたりしますよね。はい、あ、なんかうまくいきましたか。はい、こういった形で、高さを合わせたりとかするのに非常に困るんですね、ないとね。で、こういうもちろんこういうチューニングのために使ったりとか、こういういろんなところのね、ネジを締めたりするために使うので、これ、あ、そうですね、そのペダルのね、こういう角度を変えたりとかするのにも、このチューニングキーっていうのは必要なので、ドラマーがこれを忘れるとですね、まあまあ困ることが多いですね。なので、あっちこっちに忍ばしてあるんですけど、結局消しゴムみたいにすぐなくなってしまうので、これは忘れないようにしましょう。はい、よくある忘れ物の第2弾ですかね。今日は何忘れたんですか？バラードですよね。あ、スティック持ってるってことは、あ、ブラシを忘れてきたんだ。まあ確かにね、ジャズはね、スティックでバラードはできることはできるんですけど、ジャズ特有のブラシのさーって優しい感じは出なくなっちゃいますもんね。やっぱちょっとブラシ忘れたら困る。できなくはないけどね。バラードが全部こんな感じのね、硬いサウンドになっちゃいますからね。ブラシがないと4ビートの展開もね、困りますしね。お、売店も使って、まあ上手にできてますけどね。はい。まあブラシ忘れてやっぱ困りますからね。必ずね、スティックバッグに入れとくようにしたいところなんですけど、ブラシ最近高いしね。やっぱブラシが欲しかったところですね。はい。スティックでなんとかやったけど、まあブラシがないとちょっと困っちゃうよということですね。まあ、あとよくあるのがですね、お店とかにね、置いてある、ブラシを使わせてもらうっていうことですね。お店の中やっぱ結構転がってる。あ、見つけた。はい。でもなんかバサバサだね。ほんとバサバサ。まあね、ブラシってね、古くなるとバサバサで使いにくくはなるんですよね。やってみましょう。あ、でもやっぱりジャズっぽいですね。ジャズバラードはやっぱりね、ブラシ使いたいとこですね。まあバサバサでもやっぱりブラシがあるとこういう風にね、バラードのサウンドを出せますから、まあ、捨てちゃおうかなという古いやつどこでもですね、車に乗せとくとかですね、予備のスティックバッグにね、忍ばせとくのはすごい大事ですよね。やっぱり売店とかもね、ブラシの方がやっぱサウンド感的にはいいですよね。まあブラシは絶対忘れないようにしたいものですね。まああとスティックを忘れたりしたこともありますもんね。まあそれもね、スティックも、まあお店の、なんか互い違いのね、揃ってないスティックでね、演奏したこともありますよね。まあ、この辺の忘れ物っていうのはね、まあ、軽いものですけど、そんな致命傷ではないですけど、まあ、スティックはね、忘れるとかなり困りますね。なので、スティックバッグは絶対忘れないようにしたいものですね。はい、今度はライブ会場に着きました。これ、黒田さんの車ですよね。黒田さんは今日は何かを忘れた。大事なものを忘れてそうですね。ああ、ドラムセットがない。今日はコンサートなのに。大きい扉の方開けて確かめたけど、ああ、何も入ってないですね。ああ、そっか。前の会場のとこの時にね、
家に下ろして、それでそのまま忘れてきちゃったんですよね。あーどうしようかな。もうねコンサート始まっちゃうからね、どうしましょうね。今まで過去にねドラムセットこうやって忘れてきたのが1回ありますね。その時はね生徒さんに、持ってきてもらいました。近くに生徒さんが住んでてね、よかったですね。スネアドラムを忘れた時があって、それはねそのコンサートをするところの、学校の吹奏楽部に借りました。大きなもの忘れるのはねなかなかねめったにないんですけど、もうこれ忘れた時のこの本当の運命の音が鳴った時ね、もう本気で頭の中でねこういう音が鳴るからね。はい、今まで他の人でですね、トロンボーンの人がマウスピース忘れてるのを見たことありますね。トランペットの人もありますね。マウスピース忘れるとただの管になっちゃって全然楽器として ならないからね。はい、非常に困りますよね。誰かに借りれるものだったらね全然いいんですけどね。そのトロンボーンの人もね吹奏楽に借りましたね。ありますあります。あとね僕シンバルセットを前のライブ会場に忘れてしまって、そうだもうライブ会場に置きっぱだと思って、もうどうしようもなくて、もうお店もやってないし、これもどうしようってなってですね、結局そのコンサート会場だったんで楽器なんか一切置いてないわけじゃないですか。で結局いろいろ四方八方連絡してる時に PA さんが、あ僕ドラムやってるから、シンバル貸してあげるよって言って貸してもらったこともありますね。本当に忘れ物は本当に困るので、こう大きなものってはまたないと思いますが、ドラムにとってはスティックバッグですね、あとチューニングキー、この辺細かいですけど忘れるとこんな風にね情けないことになっちゃうのでね、でこういう大きな忘れ物もしないことですね。はい、一般の方が見てもですね、あこんな風な情けないことになってるんだなっていうことでね、楽しんでいただければよかったかなと思います。黒田さんどうします？はい、とぼとぼとね、あ電話かけに行くのね、頑張ってね。はーい。